こんにちは、たけチャンネルです。この動画では前にね、一気に作ったテトリス、あれのね、解説をしていこうと思います。で、何回にまたがるかちょっとわかんないんですけどね、この第1回目、これはね、とりあえずテトリスのブロック、あれテトロミノとかテトリミノってね、正式には言うらしいんですけど、あれをね、表示したりとか、あれを動かしたり、まあ、回転までできるかちょっとわかんないですけど、まあ、時間によってはね、だからテトリスのテトロミノを表示して動かすっていうところまでを、実演しながらね、説明していこうと思います。よろしくお願いします。ではね、早速、いきますね。はい。まずは、新しいファイル作って、はい。名前、テトリス2とかでいいかな。ね、これ書いていきます。はい。TK インターをインポート。はい。で、まあ、ちょっとね、あ、そうだ。ちょっとね、フォントもで大きくして、ちょっとね、この見やすいように、しますね。30くらいで、でか。これでいきますね。はい。まずは、ウィンドウを作り、メインループ。はい。ね。次、キャンバスインスタンス化しますね。このあたりはね、いいですよね。ブロック崩しの動画見てもらえるといいと思います。で、テトリスってね、横幅10マス、縦幅20マスらしいんですよね。だから、この 10× サイズっていうのは、サイズはね、一つのマスの大きさ。だから、横10マス、縦20マス。今回のサイズは、1マス30ピクセルにとりあえずしておきますね。で、このキャンバス、表示してみましょうね。試しに。はい、表示です。ね、ここにテトリスの、テトロミノを書いていきますね。で、もう一つね、再帰的処理。ここにね、どうしようかな。名前は何でもいいんだけど、例えば、まあ、ゲームループとかでいいかな。このゲームループっていう関数を作って、これをね、ここで再帰的な処理をして、ループを作りますね。このドローテトリス、ここでね、まだ書いてないけど、テトリスを書く命令も入れて、でね、このゲームループの中に、アフターメソッドっていうのを使って、これでね、50ミリ秒後にまたね、ゲームループを呼び出すと。だから、例えばこの辺でゲームループ関数を呼び出すと、呼び出されたゲームループの中には、アフターメソッドでね、またゲームループ呼び出しなさいっていうのがなってるから、これがね、永久に繰り返されると。こんな処理ですね。さあ、準備はできたので、あとはね、テトリスのテトロミノを書くだけです。で、まずね、今回、まあ、いろんな方法があるんですけど、僕がやったのはね、今回はこの、テトロミノ、T 字のね、テトロミノ、テトロ T っていうリストで、この T 字のテトロミノを表そうと思います。ね、T 字のわかります ?T っていうか、ちょっとね、棒が短いんですけどね、下のね。この紫色の、これ、ね。これをまずやってみますね。まあ、T 字だから、あれかな、向き的に、こっちの、ね、この、こっちの方がいいかな。ね。で、これ、やり方はね、いろいろあるんですけどね。例えば、ここの、僕ね、ここ、これをね、回転の中心として、表現していこうと思います。そうするとね、この回転の中心が、X も Y も0と。ね。で、これ、キャンバスってね、こう左上が X も Y も0で、右に行くと X が大きくなって、下に行くと Y が大きくなっていくので、ここがね、0、0だったら、ここは X はマイナス1。で、真ん中が0。で、右が1と。ね。まあ、こんな風になってるわけですね。ね。で、この下はね、だから y が今度は、これ x は0で、y は、ここが、下が1という感じになりますよね。という風にしてね、まあ、全部で7種類あるけれども、とりあえずはね、この t 字をまずはね、使って解説をしていきますね。ね。ちょっと左上のブロックからいきますね。x がマイナス1、y が0。ね。で、00。で、10。で、下のやつが01。ね。これ、2つずつのペアで、X の1と Y の1をこれ、書いてます。で、一気に作ったやつはここにね、色のデータも入れてたんですけど、とりあえず色はね、置いときましょうか。今はね。で、ドローテトリスの関数作りますね。これ、ブロックが4つなんでね。だから、4分でね、4回回して、4つのブロックを表示していこうと思います。ね、まず、クリエイトレクタングルで書いていきますけどね。だから、X と Y の値。これ、ね、まず、テトロ T の、
0番目が X で次1番目が Y っていう感じにね、これだから i が0の時0番目が X で1番目が Y ねっていう感じで、わかりますかね。で、クリエイトレクタングルで XY、 あ、これちょっと違うな。 X はだからここにねサイズをかけないといけないですね。ね、うん、はい、で左上が XY で、右下はそれにねそのサイズ一マスの大きさを足したのが右下ですね。はい、こんな感じ。あー、これわかります？ここが00だからね、 X と Y が、だからこの端っこが見切れちゃってね、1個枠の外にマイナス1だからね出ちゃってるっていう感じですね。やっぱり色がないとちょっと寂しいから色もつけましょうかね。マゼンダでいいかな、ね、でちょっとね表示の位置もね少しずらしましょう、ね、MoveX と MoveY っていう変数を使ってちょっとその分ずらしていきます、ね、そうちょっとねこれ書き間違えちゃったな、ね、MoveX マスずらして、ね、縦の位置も MoveY マスずらしてっていうことですね。あ、で MoveX MoveY 書いてないや。だからMoveX 右に4つ、ね、下に3つずらしたところに表示しますと、ね、こんな感じ。良さそうですよね。はい、次、どうしよう。今ね、この T 字の書いたんで、もう1個、この青いやつにしましょうかね。だからこれなんだ？L 字？違うな。このオレンジのこれが L 字だから、まあ、J かな。ね。これももう一個用意しましょう。だから、なんだ。で、この左下、ここをね、00にしましょうか。ね、ここを中心に回転するように作りたいと思います。ね、大丈夫かな。ね、回転させたいところが、X と Y ともに0ね。よし。テトロ J。忘れちゃったな。よし。ね、こんな感じ。はい。だからこれ、テトロ T を J にすると、今のね、あ、そうか、色マゼンダのままだけど、ね、でも J が表示されましたよね。で、色とかも、あ、その前に、そうだな。テトロっていうね、配列を作って、その中にこのテトロ T とテトロ J 入れちゃいましょうね。なんかテトロっていう配列の0番目がテトロ T、1番目がテトロ J。ね。こんな感じ。なので、こうすることでね、例えばタイプを0としたら、このテトロのタイプ。タイプ0だと、このテトロは、あと T 字を表しますよね。で、タイプの値を1にすれば J の方になると。で、色もタイプと連動させるといいかな。ね、0番だったらマゼンダで、1番だったらブルー。ね。だから、これも、フィルもね、だからカラーで、タイプ番目のカラーね。うん。だんだんプログラムっぽくなってきましたよね。やってみましょうかね。ね、T 字がマゼンダで表示されました。タイプを1にするとね、ほら、J が青でね、こんな感じです。ね、いいかな。はい、では次。このね、テトロミノを今度はね、動かしていきましょうね。これはね、これもブロック崩しでもやりましたが、バインドっていうのを使います。ね。これ、ウィンでもキャンでもいいんですけどね、バインド。ね、any key press。だから何かキーボードが押されたときに、キープレス関数を呼び出します。そのキープレス関数は、ね、あ、で、これ、イベントで呼び出す関数は、引数にイベント入れてください。で、if 文でもし、ね、押されたキーのシンボルがライトだったら、MoveX を1増やせば、右に動きますよね。
で、そう、これね、MoveX も MoveY もそうなんだけど、これね、外で作ったこの変数、グローバルってのをつけることで、この辺ね、関数内でも使えるようになります。はい、で、今度は、押されたキーのシンボルが、レフトだったら、MoveX1、引く。だから左に動きますよね。で、アップもダウンもね、まあ、テトリスだからアップは本当はいらないけど、一応ね、今のところアップとダウンも同じようにやっておきましょう。ダウンだったら、move y の値が、ね、1増えて下に動く。ね、アップだったら、move y が1減って上に動くと。これで OK かな。やってみましょうね。はい。動きません。何かちょっと、あ、これだ。any key press 山括弧つけてなかったね。これで、こんな風に動きます。ただね、今の状態ではこうやって、上下左右どちらにでも突き抜けちゃうんですよね。だから、このあたりがちょっとね、少しテトリスの難しいところかな。ブロック崩しだとね、壁、床に当たる位置まで来たらもう動けないよってすればよかったですよね。だけど、テトリスの場合は、ほら、ちょっとブロックがあってね、ブロックで突っかえて動けなかったりってことがありますよね。だから、そのあたりの処理が、ちょっとブロック崩しよりは、テトリスの方が少し難しいかなっていうところになりますかね。あとはね、回転とかもさせるんだけど、一旦ね、そのちょっと回転と、あとはそのブロックとかがもしあってね、ぶつかっちゃったら動けないっていう、動けない、回れない。これね、次回、第2回でその辺やっていこうと思います。ね。今回の動画は、まあちょっと時間も思ったよりも時間かかっちゃったので、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もどうぞよろしくお願いします。タケチャンネルでした。じゃあね、バイバーイ。